泉さんのためにいろんな嫌な法案も通してきたんです。はい、こういった状況にですね、森田さん、はい、八代です、ご苦労様でした、はい、本当に大変だったですね。棄権するにも勇気がいったでしょ、はい、ね、すみません、ご苦労様でした、大仁田さん、すみません、ご苦労様でした、大仁田さん、というとその苦渋の決断でですね、その棄権を選んだということなんですが、法案自体には大仁田さんはある意味反対だったんですか。いや、僕はですね、民営化にはどんどん民営化を進めてもらいたいんです。民営化こそがこの日本の明るい未来を作ると思うんです。子供たちの未来や若い人たちの未来は改革なくして何もないんです。ただそのやり方に対して僕は一言だけ申したい。僕ら何のため小泉さんの子供になったんですか。僕らには意見もらえれば何もないんですか。よく分かったけど、小西田君、はい、でね、あなたもスポーツマンだから、はい、議決権の行使をしないものは議員の資格はないん、これは。それだけ言っとくわ。いや、そんなことはない。これです。投票して反対なら反対、きちっと明確に自分の意思表示をするのがあなたの長崎県代表の攻めでしょう。なんでそのスポーツマンがですよね、棄権するんですか。もっと胸を張って反対から反対するのが普通でしょう。だけど僕らは小泉総理が選ばれた小泉さんの子供です。じゃあ親が離れた、じゃあ親をね、親を本当に青票を入れて裏切れるんですか。だから、まあ、僕ら裏切れなかったんですよ。なんでその何怒鳴ってるんだ。まあまあ、何お前がだよ。なんでお前が怒鳴るんだそこで。いや、それは苦しんだんです。大仁田さん、ご苦労様でした。大仁田さん、本当にご苦労様でした。スポーツマンがそんなことどうするんだよ。危険をしなきゃならない、まさに股先になった一人一人の議員が本当に多かったと思いますよ。あんたはね、同情ばっかりしてるけど、いや、それはね、全員やるはずにはならない。将来のためにならない、こんな。大仁田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。まあ、ある意味、浜田さんのおっしゃることもよくわかるんですが、八代さんのおっしゃるように今回のこの決断の中で特に若い議員さんの中にですね、河村さん、かなりその又先状態になった状況があるなという感じがしますね。そうですね。そうしますと先ほどの17票差の他にこういった棄権票がどれだけあったのかというのはまだ分かりませんけれども、はい、やはりこれから具体的に小泉総理が解散というような手続きに入ってきますとね、基本的には今日中に解散をするのかどうかと、はい、いうことですけど、もし、今日中に解散をするんですと、すでにもう臨時閣議を開いてですね、各閣僚からの、まあ、辞表を受けて、そして、内閣の助言と承認によって、天皇の国事行為としての招集をもらう。